宇宙だからできる、宇宙だからわかる、ドクター金井の宇宙ラボ。今回ご紹介するのは超小型衛星と小型衛星放出機構です。縦横高さが10センチメートルのサイコロ型の衛星、これが超小型衛星です。こんな小さな衛星で何ができるんでしょうか。今超小型衛星に世界から注目が集まっています。今まではその大型の衛星でそれこそ数百キロっていうものを開発しようとすると、当然その開発の期間も5年とか長いもので10年とかで、費用も何百億とかかかりますけども、超小型衛星であればもう本当に 1,2 年で開発できて、非常にそういう意味ではいろんな人が参入しやすくなったということになりますね。希望からの超小型衛星が低コストで実現できる理由、それが JAXA の小型衛星放出機構です。ロケットで打ち上げるのではなく、希望から直接宇宙空間に超小型衛星を放出するのです。これは ISS 国際宇宙ステーションにエアロックとロボットアームを保持している希望日本実験棟でだけ行うことができる世界唯一の衛星の軌道投入の手段です。ISS への輸送物資と一緒に送り届けられるため、打ち上げコスト、打ち上げ時の衝撃や振動への対策費用も少なくて済みます。10センチ×10センチ×10センチっていうのは、これ 1U というサイズで売ってるんですけども、1U だとやっぱりできることはどうしても限られます。ただその 1U を一つのユニットとしてですね、こう 2U とか 3U とか 6U とか、ちょっとずつこう大きくすることができるんですよね。で、3U ぐらいになってくると、ある程度高精度なカメラを載せたりとか、いろんなミッションがだいぶできるようになってくるんで、超小型衛星をこう何機も配置して、地球全体を取るとか、いろんなミッションがですね、今できるような状況になってきています。これまで28機の実績を重ねてきた希望からの超小型衛星放出、開発コストの手ごろさから民間企業や宇宙開発新興国も名を連ねています。5月11日、ケニア、コスタリカ、トルコの3国がそれぞれ開発した超小型衛星が放出されました。これらは JAXA が国際協力の一環として新興国に開発技術や衛星放出の機会を提供したものです。農業とかに利用したいとか、あとは何ですかね、やっぱ災害関係が多いんですけども、そういったものにそういう衛星の情報とかを利用して事前に分かれば退避したりとか、そういうことにも使えるじゃないかということで、非常にやっぱり衛星を使ってみたいというような国は多いというふうに感じています、ね、衛星放出当日にはケニア教育省長官をはじめ各国の VIP が筑波宇宙センターの希望管制室を訪れ、超小型衛星放出の瞬間を見守りました。ケニア、コスタリカ、続いてトルコの超小型衛星放出が成功。今回衛星の取り付け作業を行った金井宣茂宇宙飛行士は軌道上から各国に向けてお祝いの言葉を送りました。ジャンボ、エルハバ、オーラ、for the successful satellite deployment mission from the ISS。It's a day when we hope that we have given the foundation to inspire and encourage our young scientists back in Kenya and to build the next generation of satellites.それこそ宇宙旅行っていう世界も来るかもしれませんけども、やっぱりどんどん普通の人でも行けるような環境整備、なんていうんですかね、ワクワクするような面白い場を提供しないといけないと思ってるんで、 ISS というものが限られた人にしか使えないという場であってはやっぱりいけないんだろうな。 JAXA では新興国への国際協力と合わせて超小型衛星放出サービスを民間へも開放。
世界的な拡大が見込まれている超小型衛星市場において希望利用の発展を目指します。宇宙だからできる、宇宙だからわかる、ドクター金井の宇宙ラボ。